スーパースポーツの真の実力を試す鈴鹿バトルだ。世界有数のテクニカルコース、鈴鹿の平均速度は高い。そのため最初に各社バトルドライバーによる入念なウォーミングアップが行われた。まずは F40 の土屋選手。さすがドリドリ、2周目には早くも全開モード。重いな後ろ。逆板を抜けて、さあダンロップコーナーだ。もう全開できない。でもいい車だな。とても古いと思えない。土屋圭一をして速いと言わしめる F40 は間違いなく優勝候補の一角。最高速マシンディアブロを担当するのはタクちゃん。お尻が流れるってことはまだタイヤ温まってないってこと。ギアレシオも合ってないんだよね、サーキットには。排気音がこもり気味なのはギア比がロングなため。でも実際はかなり良い音がしてました。縁石乗ったって何にもどうにも来ないからね、これね。そういう足回りで、これ街乗ったら楽しいぜ、これ。だって130ある3だからね。4で、4か5でしょ、これ。タクちゃんは言ってますが、火吹いてます。試験員が見えないんだよね、それで。F ポンの車をね、決勝の時に120リッターガソリン満タンにして出てった1周目って、こういう動きだよ。 911GT3 をドライブするのはアメリカから駆けつけた久々はっちゃん。このブレーキいつかけても、やっぱりポルシェブレーキはいいみたい。これ完璧ね。やっぱ今までのポルシェの進化版だよね。動き自体ね、やっぱポルシェらしいとこっていうか、後ろエンジンのとこあるけど、F50 を担当するのはガンさん。これはあんまりコメントできない、真剣では。超真剣は嬉しいんですが、バトルではしっかりコメントお願いしますよ。グリッドはご覧の通り、価格の一番安い GTR がポール、ドンケツは5000万円の F50。国産代表として GTR がバトルに参加だ。国産唯一の GTR です。GTR は比較的どこのサーキット行っても、実力を発揮しやすい車なんで、ポルシェフェラーリに負けないように精一杯頑張ります。帰国したてのはっちゃんは、ポルシェの GT3 です。何馬力だっけ、NA で370ぐらいあるのかな。
すっごい乗りやすい、びっくりした。 F355 も速さの基準車として参加。ライバルが速すぎるんでね、どんなバトルになるかわからないですけど、まあそこはフェラーリですから、この355の良さをですね、なんとか引き出したいと思います。ダークホース GT2 は、僕もね、ポルシェ好きで、普段自分でも91シターボ乗ってますけど、これはその中でももう最速の91シターボなんで、今日は頑張ります。530馬力のアイメックターボ S。 いや、車的にはですね、もうスリック履かないとダメなんじゃないかっていうぐらいパワーあるんですよ。だからちょっとコーナーでフラフラしちゃうんで、僕がトップ出ちゃったらどうしようかなって今考えてます。車庫入れチャンプはバトルでどうだ。まあ街中仕様なんで本当に柔らかい足なんでね、ちょっとバトルは辛いかもしれませんが、まあ、ディアブロの面白さを伝えたいと思います。ディフェンディングチャンプは7番グリッド。さあ、フェラーリ F40、まあこういう車にはですね、こういうインターナショナルサーキットがちゃんとこう、本来の力が出せるサーキットだと、まあ、水を得た魚みたいになるでしょうね。1980年代の車ですけど、まあ90年代の車をやっつけたいと思います。 F40 との直接対決は初めて。いよいよ F50 を鈴鹿フルコースで、バトルです。で、今日ね、まあ最初から言い訳したくないけども、コメントあんまりできないかもしれないな。もうより真剣に乗らないと、車は車だけね、大切な女の車だし。豪華絢爛、総額1億8000万円のスーパーバトルスタート。四輪駆動でポールの GTR 早くも遅れた。トップで1コーナーに飛び込んだのは中谷 GT2。 拓也ディアブロも高ポジションをキープ。さあ、それではリプレイ。スタート早すぎるよ。みんなまずは行ったけど、インからポルシェが来た。この加速の差危ないよ。なんだよ。2コーナーを立ち上がり、各社 S 字へ。パワーよりもコーナリング性能が重視されるが、追い抜きも難しい。2位の GT3 以下4台が団子状態。危ない危ない危ない。並んでるんだよな。前に行きたいガンさん、お怒りのご様子。いや、ディアブロもなかなか速いぞ。トップは中谷 GT2、 続いて服部 GT3。 さあ、黒沢 F50 本領発揮か。爺様行くね。おおおお、すごいツッコミやな。おい、3位に浮上した黒沢 F50。しかし、最大のライバル土屋 F40 はまだ後ろ。ドリドリ、そろそろ本気出してよ。皆さん、後半遅いですね。高い車はやっぱ速いよ。今回の車は全部めちゃ高、気をつけてよ。どうどう、危ないぞ。50が来やがった。タクシャ、見えてっか見えてっか。ここが危ないんだけどね。あ、行かれちゃったよ。ドリドリ F40 もディアブロをパス。なんだかんだ言ってもフェラーリ様なんだよ。ほら、黒沢 F50 が服部 GT3 をロックオン。
立ち上がりでは各社の差はわずか。さあどうなる？バイバイ。なんだよその音は。 F50 速いね。 GTR に負けるわけにはいかないでしょ。馬力が倍以上違うとこういう加速の差があります。加速と最高速が試される西ストレート、やっぱ馬力に勝るものはなしってとこ。苦手なのよね、こういう小さいとこ。中谷 GT2 トップをキープして2ラップ目に突入。F40 GT3 をパスして3位浮上。中谷 GT2 S 字はちょっとつらいか。あ、けど全然40に負けてないよコーナーは。あー、もうズルズル、パワーありすぎです。昇進、調子に乗ってるとテールスライド来るね。トップ2台と3位以下の差が徐々に開いてきた。鈴鹿サーキットはちょっと辛いものがあるね。だけどこのトルクの太さはすごいものがあるよ。 F50 を追いかけるドリドリ、無言の超超超真剣なドライブ。感じ、この車なんか本当にね、車の基本通りにねコントロールできるよね。さあ2周目のヘアピン、 F50 が GT2 を捉えた。ターボか。しかしまっちゃんコーナーからスプーン入り口まではさすがの F50 金持ち喧嘩せず。さあストレート勝負だ。これ F1 だな。と加速は圧倒的に違うが、こりゃ中谷 GT2 まだまだ諦めていない感じ。まっすぐは負けてないよポルシェに。足だってね固めりゃ負けないんだけどね。木下 F355 ようやく再開脱出。355に抜かれる。それにしても GTR が2周で再開なんて、やっぱりスーパースポーツはすごい。さあ、いよいよファイナルラップだ。速度がやっぱ速いわ。
ここに来て土屋 F40 中谷 GT2 との差をぐーっと縮めた。バカっぱやで、加速もいいときたもんだ。いやー、 F40 も来ちゃったし、おかま掘っちゃうよ。デグナーは無理をしない F40。 さあどうする？並んだ。はい、GT2 を抜いて土屋 F40 2位へ浮上。この男性戦にはかなわないけど、テーマの違い、ポルシェ同士ブレーキもいい感じ。5040のストレート加速勝負。このでも車高の差がもろに出ちゃうね。 F40 ストレートでは50を捉えきれない。最後は試験でブレーキング勝負か。ごめんね、じいさま。痛恨のショートカット。スーパーバトル2戦、フェラーリのワンツーで終了。まあしょうがないな、パワーの順でちょっと負けちゃったけど。注目は2周目に25秒台を叩き出した F40。 ディアブロは GT3 と肩を並べ F355 より速かった。計測は1コーナー手前。 F50 が遅いのは進入のためアクセルを戻しているから。何ですか、あのフェラーリの速さ。でも、ポルシェついてくる大変だよ。ストレートではね、かわせるけど、隣は結構ブレーキングとか大変そうですよ、ね。僕が乗ったのは F40 なんですけど、1980年代の車とは思えない完成度の高さ。89年、うん、で、ポルシェで良かったなっていうのは、中谷の方が割とこう安定してましたね。最初はね、フィリアムにしてたんですけど、タイヤが温まってやっと少し安定させてるように。こっちも落としてくる。結局はね、355と GT3 はどっちかと。全然ここにいるんだもん。すごいよ、この順番だもん。すごいよ。もうだってディアブロストレートは超遅いよ。正直言って、まあ、このメンバーだから、ね、まあ NA だからね、うん、しょうがない部分。ディアブロとポルシェはどっちが速い？いや、まあ、コーナーで、コーナーで。いや、ポルシェの方が速いです。コーナー早く走るつもりないんだもん。スタートでね、結構前行けちゃったんですよ。トルクカット。いや、俺抜けるかと思った。だけどね、抜かれると思ったわ。だけどね、ルームミラーがフリコムのおまけみたいなもんだから、ドアミラーの視界に入られちゃうとね、怖くて、目が剣の横みたいな。全部の車に抜かれたんですよね。もう、比べちゃダメですね。その、何が違うところですか？やっぱね、まっすぐ。まあね、この辺のレベルの争いっていうのも、またなんか、面白いかなと。まあ、高いレベルの車たちっていうのはね、やっぱポルシェも、フェラーリ40も50も、それほど変わらないものがあるんじゃないかなと思います。昨今、地球環境に優しい車が善、スポーツカーが悪と言われ始めている。しかし本当にスポーツカーに未来はないのか。見る人に喜びを与え、走る姿で多くの人を虜にする、そんな夢を与えてくれるのがスーパースポーツだ。西暦2000年を迎えた今だからこそ、スーパースポーツの何者にも変え難い魅力を声高に主張する。その DNA を絶やさぬよう、読者の皆さんと共に BM は歩んでいる。